値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは、おはようございます、こんにちは。はい、こたパパです。今日もね、よろしくお願いいたします。本日はですね、早速本題なんですけども、 Amazon のゴールデンウィークセールだったのかなの時に、お値段が手頃でちょっと心惹かれたワイヤレスイヤホンがあったので、そちらをねちょっとレビューさせていただきたいと思います。ですね、メーカーがドナーっていうところなんですけども、どんな会社かって言いますと、楽器を作っている、あとは、オーディオ機器周辺その辺のものを扱っているという会社になります。だから本当にね、音を作り込むっていうことに関するプロのブランドから、出ているっていう完全ワイヤレスイヤホンになっています。まあね、製品概要ですとかお値段ですとか、その辺はね、皆さんに、お話をさせていただきたいと思います。本日は、完全ワイヤレスイヤホンのレビューになります。ぜひね、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ちょっと興味あるって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価をいただけるだけでね、僕の動画作成モチベーションもパキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、それでは早速やっていってきたはい、それではこれからしっかりやっていきたいと思いますはい、皆さん準備はいいですかってお前が言うなって感じですよね。はい、それでは行ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、それでは開封レビューいきたいと思います。本日ご紹介させていただく、完全ワイヤレスイヤホンなんですけども、ドナーから出ております、ドゥーバッツ1という、完全ワイヤレスイヤホンとなります。色がカラーがね、4色展開されていまして、私はブルーを購入してみました。ちょっとね、パッと見このハイレドだよっていう風に見えちゃうぐらいの同じ色を使って実は違うんですよね。ドナーさんが言いたいのはバランスドアマチュアが入ってるよっていうロゴなんですよなかなか見ないですよね、これ。面白いですねそしたらね、今日こちらで皆さんと一緒に、中身確認していきたいと思います。それでは行きましょう。よし、開けるよ。はい、それじゃあ開けていきます。せーの、オープン。よいしょ。おお。はい、このような感じですね。はい、そしたら蓋をもういいとして、ドナーの中にドナーが入ってますね。同梱物ですとかペーパー類ですとか、あ、本体もありますね。そしたら、同梱物の確認からまずやっちゃいましょう。はい、用意しますのでちょっとお待ちください。はい、それでは同梱物見ていきたいと思います。まず一番左にあります、こちらが、取扱説明書、まあ、いわゆるユーザーマニュアルになっております。中身確認したらね、ちゃんと日本語のところもありました。そしてそのお隣は、ファーストタイムユーズということで、ペアリングの仕方が説明されています。こちらも日本語がちゃんと明記されておりました。そしてこちら、交換用のイヤーピースですけども、こちらに4サイズあります。そしてデフォで1サイズありますので、イヤーピースは全部で5サイズあることになります。そしてこちらのケーブルが、充電するのに使うタイプ A2 タイプ C のケーブルが1本これ入っておりました。はい、早速本体見ていきたいと思います。行きましょう。はい、それでは早速本体見ていきたいと思います。こちらブルーになりますね。まずは外観からいきましょうか。だいぶ小さいですね。私の手はちょっと小さくてですね、女性と同じか それよりもちっちゃいぐらいなんですけど、握った感じしっかり握れます。はい、で軽いですね、これ。うん、でちゃんとね、上面にきちんとドナーと、ロゴが入っております。はい、そしたらですね、こちらが、正面になるんですけども、真ん中にね、ここ
1,2,3 と、LED のインジケーターがございます。で、横ペラーと、すごい平べったい形してますね。ぐるっと回って後ろですね。こちら、充電口ですね。タイプ C で充電します。そしてこの後くるっと回して、そこの方は特にないということですね。若干プラスチックなのは否めないですけど、ものすごいチープかと言われるとそこまででもないっていう感じですね。ね、しっかりちゃんとロゴも入ってるし、ブルーも結構いい色だなと僕は思いましたね。うん、ブラックじゃなくてこっちかって正解でしたね。はい、はい、そしたら開けていきたいと思います。いきます。それおー、はい、中を開けるとこのような感じになっております。そしたら、イヤホンは一旦どいてもらって、イヤホンを外すと、このような、感じになります。中見てみますとですね、特に何か書いてあるっていうことはないですね。で、こちらを見ると、あ、真ん中これですね。これがリセットボタンになってますね。ほん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 。で、ペアリングなんかするときはここをポチポチやって設定していくっていうことになると思います。はい、そしたらあとは端子が入ってるだけかな。うん、ケースはこの辺で終わりにしましょう。はい、あ、やっぱ光りましたね。今光ってるの分かります？あ、消えたイヤホン本体を見ていきたいと思います。本体このような感じになってますね。スティック型、まあショートタイプですね。ショートスティックになってまして、ですね、こちらが操作をする、いわゆる、タッチ式のね、イヤホンになってるかと思われます。ちっちゃくで穴が開いてるんだけど、もしかしたらマイクの穴かななんて思えるんですけども、でくるっと回してもらうと、まあそんなにでっかいってほどではないですね。ブリブリって感じでは、いいんじゃないですか。あれですね、イヤピース取りますね。わかったはい、イヤピースを取りますとこのような感じになるんですけども、見ていただきたいのはこちらですね。楕円形になっています。はい、そしてフィルターもきちんとついております。シルバーの光沢が綺麗ですね。はい、そんな感じですかね。なので、イヤーピースの方も、はい、楕円となっております。オレンジいいですね、カラーが。はい、開封レビューここまでとさせていただきます。そうしましたらですね、次は、製品概要の方を見ていきたいと思います。いやー、かっこいいね。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、開封レビューはここまでとさせていただきます。そしたらですね、こちらのね、本日ご紹介させていただいている完全ワイヤレスイヤホン、こちらの製品概要を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ですね、まず最初にですね、ドナーさんの、公式ホームページの方からですね、動画をちょっとね、出展させていただいて、こんなもんなんだって流した後に、私のページの方でね、内容を保管させていただくということにしております。はい、きちんとね、著作権の関係がありますので、その辺は、厳しくやっていきたいと思います。ぜひご容赦のほど、ドナーさんですかね、ドナーさん、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは早速行ってみたいと思います。それでは皆さん、行きましょう。Music licensing reimagined.
本日ご紹介させていただいております、イヤホンは、ドナーから出ております、ドゥーバッツ1という、イヤホンになります。私はこちらをですね、4999円でゲットすることができました。それではね、製品概要読み上げていきますので、ぜひね耳を傾けていただけたら幸いです。ではいきますね。はい、まず 12mm の高品質ダイナミックドライバーを搭載。また、バランスドアーマチュアドライバーと完璧に組み合わされ、ダイナミックスピーカー自体による高周波帯域の、欠如を効果的に補いながら、バランスアーマチュアによる、中低周波性能を維持ということになっております。ダイナミックドライバー、いわゆる DD が一発、そしてバランスドアーマチュア、いわゆる BA が一発入っているっていう、まあ、ハイブリッド型になるんですかね、そうするとね。はい、ドライバーは以上ですね。で、アクティブノイズキャンセレーション機能、まあ、要はノイキャンですね、に機能に関しては、ノイズを、約30デシベル、低減して、音楽の世界に没頭することができるようになっております。ビームフォーミング技術を利用しており、4つの内蔵マイクを配置しており、そのうちの2つはそれぞれ環境音の測定と処理を目的として行い、クリアな、音声通話を実現しております。またですね、防水性能なんですけども、IPX の4相当ということなので、ちょっとしたね小雨ですとか、ちょっとした汗なんかは、全然問題にならない、生活防水レベルとなっております。通信方式に関しては Bluetooth の、バージョン 5.2 ですね。また、専用のアプリも、あるということになっております。バッテリー性能ですけども、ノイキャンオフで、イヤホン単体で約8時間、再生することができます。またケース込みで最大約、32時間の、音楽再生が可能となっております。またですね、10分間の充電で、約2時間分の、音楽再生が可能な急速充電、こちらにも対応しております。はい、以上がですね、主な項目となります。はい、本日のね検証項目をお伝えいたします。まず1番、ノイズキャンセリング機能。2番、外音取り込み機能。3番、音質。4番、通話品質。5番、アプリということで、この5つにね、フォーカスして、レビューをしていきたいと思っております。皆さん、一緒にやっていきましょう。はい、製品概要は今の通りとなります。そしたらですね、続きまして視聴検証、始めていきたいと思います。どうしようかな。 iPhone とペアリングして、やっていきたいと思います。はい、iPhone とペアリングすることができました。はい、そしたら何切っていこうかな。Amazon Music で、またハニーワークスにしよう。ハニーワークスの誇り高きアイドルを聞いてみたいと思います。どうかな。はい。なるほど、こういう音がするんですね。はい。そしたらこのまま検証に行ってきます。戻り次第。ページ作ってね、皆さんとまたね情報共有して内容を確認していきたいと思います。それでは行ってきます。はい、戻ってくることができました。なかなかそうきたかという感じですかね。それでは早速ね、レビューさせていただきたいと思います。それでは皆さん一緒に行きましょう。レッツゴー。はい、検証結果の1番、まずはですね、ノイズキャンセリング機能に関してなんですけども、結論から言いますと結構効きます。はい、かといって、不快感は感じられなかったです。で、中音域以下、まあ
ファンの音だとかね、パソコンの、エアコンの空調関係のファンの音とか、その辺はね、ほぼ、キャンセリングしてくれます。ただね、ネイキャンあるあるで、やっぱり高音域に関しては残念ながら、聞こえるという、もうこれはもうね、しょうがない。匠の技を持ったね、技術力を持ったね、大手のね、開発でさえも高音域を、キャンセルするっていうのはものすごい、大変な技術らしいんですね。うん。なので、まあ今回ね、この5000円以下でもらう、まあ購入したイヤホンにそれが備わっているはずが、まああるわけがないんですね。なので、逆に聞きすぎても危ないですしね、ノイキャンはね。例えばノイキャンしたまま外に出て、歩いてみたりなんてしたら、車がね横を通ってくるときに、気づくことができないかもしれないっていう、それぐらい高いレベルのノイキャンを、入れちゃってるようなメーカーもあるので、そこは注意深く皆さんの方で、気をつけていただきたいなと思っております。ということで、まあ、結論としましては、まあ、約5000円という値段を考慮すれば、まあ、十分な性能ではないかと思います。はい、検証結果の2番ですね、外音取り込み機能になります。ホワイトノイズがあります。そして自分の声もね、少しくぐもった感じで聞こえてしまいます。なんていうかな、音の収集仕様、まあ頑張ってるんでしょうけども、その頑張り具合が強すぎて、逆にノイズにつながっちゃっているのかなと、感じられます。ということでですね、まあすごい自然でっていうわけではないんですけども、まあ会話自体が成立するので、まあ旧大という形にですね、まあここは改善項目だと思います。検証結果の3番ですね、音質になります。大事な音質ですね、非常にパワフルなサウンドです。切れ味がすごくいいですね。で、音盤の広さよりもね、どちらかというと臨場感の方が勝っているように感じられました。音の解像度も高くてですね、音の分離感も、悪くなく、まあこの値段でこのバランスの取れ具合は、非常によろしいんじゃないかなと思います。ただね、音の厚みというかね、その辺に関してはもうちょっと中音域をね、もう少し厚めにとっていけば、ボーカル帯域が非常にもうちょっとね、クリアになったり、パワフルになったりっていう改善ができるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。で、低音のアタック感、高音の抜け感、中音域の、豊かさというふうな感じになっております。このね、中音域の豊かさ、ここをもうちょっと拡大したら、ね、もっと、何倍にもいい、音を聞くことができるのではないかと思いました。またこちらはですね、専用アプリとの連携で、プリセットですとか、まあオリジナルのね EQ をねカスタマイズすることができますので、まあ、プリセットだろうが、マイ EQ だろうが、音をね、音色を変えて楽しむということができます。本質、悪くないですね。はい。はい、検証結果の4番ですね、通話品質になります。録音してきたので、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。それでは音声どうぞ。はい、ただいまですね、ドナーから出ております、ルーバッツ1、本日ご紹介させていただいている、完全ワイヤレスイヤホンの、通話品質を今検証しております。マイクの音声どうですか？明瞭でしょうか？クリアに聞こえていますでしょうか？こちらがですね、ドナーから出ております、ルーバッツ1の、音声通話の品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。はい、このような感じになっています。ぜひ参考にされてみてください。はい、検証結果の5番、アプリということなんですけども、これから実演させていただきます。
はい、それではアプリの方を見ていきたいと思います。まず、アプリをダウンロードして、ペアリングすると、こちらの方にたどり着きます。左からですね、ノイズキャンセリングで、真ん中が標準、そして右側が外音取り込みモード、この3つのモードを選ぶことができます。特にですね、まず、ページ変わりまして、一番左側でノイズキャンセリングで出ておるんですけども、上からですね、通勤、屋内、屋外、その下に手動ノイズキャンセリングレベルというふうに1,2,3,4つね、項目が分かれております。屋内屋外ということで、まあ二分してもいいのかもしれないんですけども、ノイキャンのレベルを自分でね調整したいっていう方もいらっしゃると思います。そうした方はね、真ん中見ていただくと、まず、1からですね、最高で一番右の10、10段階のレベルを、調整することができます。自分に合った、環境にレベルを合わせることが、ユーザーの方からできますので、これは非常にありがたいんじゃないでしょうかね。まあ屋内屋外ぐらいで別に区別していてもいいと思いますし、ガチでマックス入れたい人は入れればいいと思います。はい、ここはもうそれぞれ の考え方とか思考に関するものなので、次いきます。はい、そして、イコライザー関係なんですけども、デフォで聞いてた時はこのドナグネチャ、これでね聞いていたんですね。うん、でちょっとね低音強いなとは思ってたんですけども、でプリセットでね、ここで 1,2,3,4,5,6,6つあります。そしてその右側ですね、これが、名前のところに言葉をカスタムってあるんですけども、私がピョンピョンピョンってバンド伸ばして作ったマイ EQ になります。プリセットを使って楽しむのもよし、マイ EQ を使って楽しむもよしというところになっております。そしてですね、一番右、ちょっと見づらいんですけども、一番下ですね、ジェスチャーっていうところなんですけども、こちらが何かと言いますと、こちらになります。操作関係の、設定ですね。タップしたら、こうなる、ダブルタップしたらこうなる、長押しにしたらこうなる、スリータップしたらこうなるっていう風に、割り当てを、変更することができます。なのでまあ非常に多様性はあるのかななんていう風に思います。これがですね、まあアプリ関係で押さえておきたいポイントかなっていう風に思います。基本的な、操作に関しては、タッチセンサー式となっております。はいはい、このような感じになっております。それではね、まとめの方に行きたいと思います。まとめ総括ということでやらせていただきます。それぞれの項目採点したので、点をつけて、発表させていただきます。まず1番のノイズキャンセリング機能に関しては、10点中の7点、2番、外音取り込み機能に関しても10点中の7点、音質に関しては、まあ、10点中の8点、通話品質に関しては10点中の7点、アプリに関しては10点中の8点という感じになって、おります。今回ね9点が出なかったので、まあ私が思うには、なんだろう、普段使いするのもいいんですけども、サブ機として使うのが、よろしいんじゃないかなというふうに思いました。はい、採点は以上になります。はい、まとめということなんですけども、採点の方は先ほど述べた通りとなります。細かい内容についてはですね、まあ結論から言うと、サブ機として使うのが一番いいんじゃないかなというふうに思いました。
持ち運びも楽ですし、ノイキャン、外音、その辺もしっかり、まあレベル的にはね、その辺ものすごいなって驚くほどではないですけど、この、ね、5000円以下っていうね、ピッタほぼピッタ5000円ぐらいですけど、で考えたら、その金額以上の性能にはなってますね。解像度はね結構高く、アプリから、イコライザーでちょこちょこっていじったら、最初はクグモって聞こえたんですけど、その後非常にクリアな、音に変わりました。なのでぜひね、これプリセットでもいいんですけども、自分のオリジナルマイクEQ 作って楽しんだ方が面白いかもしれないですね。だいぶね、音色というかそのベールの感じは変わりました。調整次第で、すごくパワフルな音を美しく音ができるっていう感じの、まあ小型の完全ワイヤレスイヤホンとなっております。そうですね、やっぱりその何だろう、原音忠実を目指しているかっていうよりも、結構あれですね、全体的にこう力強い迫力のあるサウンドだよっていう感じなんで、本当にロックとか、まあ、メタルとか、ね、そちらの方のジャンルの曲を聴くのであれば、これはぴったりだなというふうに思いました。で何よりね、チープさがないんですよ、そんなに、うん、で操作もね、またアプリのところでねお説明しましたけど、ボタンの割り当てもできますし、ノイキャのレベルも10段階で調整できますし、ユーザーに任せられている部分がちゃんとしっかりあるアプリになっているので、うん、そこはいいなと思いました。外音取り込みに関しては厳しめに点数をつけたんですけども、まあもう一点上げてもいいかなって今は思う気がします。ずっとね騒音流したりいろいろやってみたんですけども、あ、そんなに、7点だったかな最低、そこまでは悪くないなっていう気持ちがちょっと芽生えたんで、まあ8点でもいい、まあ1点の差ですけど、まあ8点でもいいかなというふうに思いました。5000円のプレゼントっていう形でもいいんじゃないですかね。不満点は特にないですね。バッテリーもそれなりにあります。そして急速充電にも対応してます。まああれば、まあ、この価格なんでどうかなと思いますけど、高望みなのかなって思うのは、まあワイヤレス充電がついてたらいいかなというふうに思いました。あわよくばマルチポイントっていうところなんですけど、まあね、サブ機として考えれば必要十分なスペックになっていて、音を楽しむことができるような仕様になっております。はい、というわけで、まとめの方はこのような感じになりますね。ぜひですね、ドナーさんの方のホームページ見ていただいて、あ、こういう楽器作ったりしてるんだとか、うん、よかったら見てみてください。非常に満足しております。というわけで、これ2回目かな今日本日のまとめはここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。値段もそこそこだし、ちょっと挑戦してみようかな。なんと思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価いただけるだけでね、私の動画作成モチベーションがバッキリ上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、ここから後期の今、いやー良かったですね。どんな、Do but one、 かっこいいんだよ、見てください、 Do but one って書いてますで、ハイレゾのマークにそっくりにバランスドアマチュアインサイドあ、ま、BA 入ってますよって、そこは別にパッケージングに印刷し直してもいいんじゃないかなと思ったんだけど、だいぶドライバーがねしっかり音鳴らしてくれるので、本当にね迫力がある音を楽しむことができます。なので、あと気をつけなきゃいけないのは、やっぱり手動でノイキャンのレベルいじれるんですけども、あまりマックスにしなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい
マックスが10っていうのがあるんですけど、そこまで入れなくてもいいんじゃないかなと。他にもね、選択肢の中で通勤ですとか屋内屋外とかありましたんで、まあユーザー次第ですね、そこはね。うん、でもこのレベルを5000円以下で、ゲットできたっていうのはいいことなんじゃないかなというふうに思います。今回って良かったと思ってますけど、ブラックよりも音がいいじゃない、色味がいいので、本当にあれですね、今音響関係ですけどね、イヤホンとかその辺がね、またワイヤレスから有線に戻りつつもあるし、もうダップダックその辺がね、もうしのぎ削ってますからね、今ね戦国の世になってるんですかねついていけるかな経済的にちょっとしたぼやきです、すいません。はい、今日のね大きいここで終わりにしたいと思います。皆さんとはね、また次の動画でお会いしたいと思います。皆さんの音楽ライフ、素晴らしいものとなるように心から祈っております。私もそうなりたいと思っております。今日も明日も明後日もいつでもね、毎日ね音楽を生活に取り入れて、良い一日を送ってください。音楽素晴らしいですね、やっぱり。というわけで、それでは皆さん、お体の方、風邪などひかずにね、これからゴールデンウィーク入ってるんですか、うん、で、お出かけの方とかもいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひね気をつけて行ってきてください。はい、それでは皆さん、バイバーイ。